はい、それでは、今回ブロガーさんと担当による対戦動画をお届けしようかと思います。今回ブロガーさんに、お越しいただいたのはネヘホモンさんです。お願いします。お願いします。この動画は、ブロガーさんのデッキをメインに解説する動画となっておりまして、ブロガーさんが今どういったことを考えているのか、どういった動きをしていきたいのかというところをどんどん掘り下げて、尋ねてみようという、企画になっております。解説よろしくお願いいたします。あ、お願いします。そこまでがね、はい、ミスっていうか、なんかめっちゃ悪ゲーム見せちゃって完全に動画撮るだけだからって気抜いちゃってますね。今回はタマのデッキということですね。そうですね、はい、なるほど。一番初手強くて、1点だけっていう形で、はい、確か物語2枚とあとアコラ1枚構えられてるって状態で、かなり理想的かなっていう感じですね、はい、このデッキは、以前ブログにも紹介していただいたパフリンネを使ったワンショットデッキになっているんですよね、はい、そうですね。ちょっと一応あのブログでも過去、単に、パフリンネ一発だけ打つ方と、あと列車絡めた方とで、今回3つ目でマナマユでパフリン2回打とうっていう、そういう方になってるんですけども、はい、そうですね。で、初手はチャージして、で2体張ってエンドってところなんですけど、実はこれ結構初手のイナチャージ悩んでて、アコラ2枚引いてたんですけど、はいはい、割とそうですね、先行だったんで、一発打てばアヤだし勝てるかなと思ってチャージして、場合によっちゃクロトとかで無理やり掘り下げて、その2発目用にも備えようかなと思ったんですけど、ちょっとそうですね、手札は他の方がなかなか強くて、ここは1枚切ってもいいかなって感じで1枚チャージしたんですけど、実際、ウパスとかだと結構考えたくなるところかなというところです、ね。ああ、なるほど。もうアークオーラをこう、取っとくパターンもあるということですよね。そうですね、もう本当最後最後5に上がるところまで考えて2枚目取っとくっていう。ああ、なるほど、はい、結構そうですね、実際これは単なる対戦動画なんで、はい、普通に殴ってくれてこれはそんなにいけるなって感じだったんですけど、実戦、意外と負け筋あるので、結構その辺はちゃんと気を抜かずに意識してやったつもりあります。で、そうです、初手でちょっとやられたなと思ったら、トレイモン2枚貼られて、これ基本ノーパンでも相手エナ渡さんようにって考えてるんですけど、一つ厄介なのはやっぱトレインボームっていうのがいて、殴らなくても勝手にエナに行くっていう。ああ、そうですよね。なかなか当て弱いですね。で、ああ、そうですね、シクラメンで、ここもラッキーでしたね。当たって1エナ溜まって、そうですね、それで最後、最終盤の、ファフリンネ用のエナになるって感じなんで、はい、成功率は大体4割ぐらいなんで、基本的にそうですね、今ちょうど落ちたそのアグライアでトップ操作してから置くっていうのが基本なんですけど、はいはい、ここはそうですね、アグライアなかったんでちょっと運試しっていう感じだった。当たればラッキーみたいな感じで打ってるってことですね、はい、でトレインボームちょっとエナ増えて、実際そうですね、一発はもしかしたら決まんないかなっていうのは感じてはいましたね、はい、シクラメン効果使って、ね、普通にトレインボムを1体倒したってところですね、はい、そうですね、ここはずっとそうですね、相手のエナの挙動を見ながら戦おうっていう感じで、はいはい、場合によっては結構パスで実際にタビル相手にやられたんですけど、はいはい、グロコスト払わずにもう全部ルリグ止めのアーツ用にエナを構えるっていう動きをされることもあって、ああなるほど、 そうですね、その場合だと多分アイアだったらイノセントディフェンスあたりが仮想的になってくるんで、はいはい、もしかしたら次例えば相手レベル3に上がらずに来るかなとか、そういうのも一応しっかり考えながらやってますね、今回ちょっとスラッシュアウトを使ってエナ減ってくれたんで内心ラッキーと思いながらやってたんですけど、はい、こっちの動きとしてはとりあえず普通の動きを見せて、はいはい、やっぱ輪廻側の動きがどうできるかっていうところを一応紹介するというところなんですけども、はい、今だとやっぱ相手のエナをこうすごい気にするデッキだと思うんですけど、はい、やっぱ基本はそのノーパンでいくとかあるんですか？そうですね、ノーパンでいって、もう基本7点の上からでも余裕で、そうですね、詰められるぐらいの破壊力はあるので、もっとしかというと防御圧さえ止めて、防御圧使わせないようにして、もうしっかりそのファフリンネ通して戦おうっていう形なんで、はい、ノーパンでいくっていうのに変わりはないですね。ただ相手の場合だと、ちょっとブログでは詳細書かせていただいてるんですけども、場合によっては特に先行取られた場合だと、そのトレインボムとか、あと、はいはい、先だとプランクと、あと選択する物語ですね、その辺で
もう4まで結構ノーパンの上からグローされることもあるので、そうするとあのホログラフっていうあのルリグ止め、ルリがアタックを妨害するようなやつがあるので、はいはいはい、その場合だとあの逆に1点入れてそのライフ6から、あなるほど、トリプルクラッシュ2回でライフ0までいくので、ちょっとライフ調整して、まあ、ホログラフで多少止められても大丈夫なようにっていうのを考えることはありますね、はいはい、ちょっとああいう相手だと考えることが多いかなっていう印象ですね、はい、そうですね、まあ、そんなにそうです、ね、油断して戦そうです、ね、気抜いて戦える相手ではないというので、はいはいはい、割とそうです、ね、動画の中でもその辺は意識しながら戦ってます。例えばあの今ちょっとまあサーチ、はいはい、ゲットインデックスで、そうですね、バルキー見てるんでちょっと時間あるんですご紹介したいんですけど、それでアコーラチャージしたじゃないですか、はいはいはい、あれグローコストで吐かないようにって意識してて、あグローコストで吐かない、はい、その理由とかはあのブラックコフィンってやつがあって、はいはい、1回吐いちゃうと抜かれることあるんで、まあアーヤに入ってるかどうかって、ね、微妙なラインなんですけど、結構ロストレシー環境でピルーク見るためにコフィン入れてるって方もちょいちょい見かけてたんで、はいはいはい、まあ、チャージはするけど、まあ、エナには落と、トラッシュに落とさないようにしようっていうのは意識してますね。コフィンを打たれてしまうと、はい、爪であるアークオーラをもう打てなくなってしまうから、うね、うエナに一旦避難させておくっていう動きを今やってるってことですね。そうですね、まあ、避難というとりあえずエナからトラッシュに落とさないように心がけるっていうところで、はいはいはい、そうですね、割とこのデッキ、まあ勝ち筋自体はかなりダイナミックで豪快で、そうですね、まあ、シンプルな勝ち筋ではあるんですけど、はいはい、ただそれをまあシンプルなだけに相手にも当然対策されやすいところではあるんで、それに備えて、まあ、できるだけその相手の対策をかいくぐって詰めにできるように、はいはい、結構細かな気配り実は必要だったりするんですね。で今黒と出したんですけど、ここでバルキリー結構時間かけてたのデッキの中身を見てて、はいはいはい、そうすると個人的にゲットインデックス、エナ十分あるんで物語はもういいやって感じで、どっちかというといわゆる爪に使うアークゲインとかミュロニルとか超えるためにゲットインデックスは欲しいなと思って見てたんですけど、はいはい、この時デッキに1枚しかなくてマジかっていう感じだった。ああなるほど。それちょっと考えてたんですけど、まあ結果としてだからデッキ2枚あったアークオーラを宣言して、まあ、一応、まあ、万が一に備えてアークオーラのそうですね、ファフリン2発目打たれるようにアーコーラをサーチしたっていう形で、はいはい、まあ、運よく当たったんですけど、だ黒とも宣言するカードは結構、うん、まあ、ケースバイケースで変えていかなきゃいけないっていうのはありますね、はい、今ここアタックをしないでエンドをしたじゃないですか、はいはい、その理由というのはやっぱり4にグローさせないっていうところがあったりするんですか、まあ、というより特にそうですね、4に上がられないようにってことですね。例えば、まあ、大量にエナチャージさせてされてイノセントディフェンス打たれてっていうことも、まあ、あんまりエナって的にはありえないんですけど、はいはい、それが一応唯一の負け筋だと思ってたんで、そうすると、まあ、エナ極力与えないようにして倒すのがいいかなというところで、はいはい、そうですね、で今プランク打たれてるところでちょっと考えてますが、ここで打ってなんか止めるやつがデッキに入ってるのがアンダーワン、はいはい、そうですね、でここまあアンコールどこまでするかっていうのは悩んだんですけど、まあ、エナ的割と余裕あるんで、はい、一発はカットにしていいか、アンコールで回収していいかなって回収して、はいはい、2発目でまあそろそろないかなっていうよりこっちのエナも怪しくなってきてるんで、はいはい、1回止めて戻したけども、はい、2発目の回収はそうですねしないってところで、一応まあ選択1エナなんで選択する物語ではでも3エナで、はいはい、そうですね、イノセントディフェンスは打てないんで、まあなら3エナぐらいになるのはいいかなって思ったんで、もうここはアンダーワン回収いいかなと思って回収せずに、なるほど、まあ、実際そうしたら回収できなかったんで1エナの状態でアタック入ってくれたんでっていうところですね、うん、でここでアタックして、はい、っていうところでエナが少し溜まりましたって感じですね。そう、 そうですね、まあ、ちょっと動画見てる方、ちゃんと見てる方はツッコミ入れられるかもしれないですけど、ゲットインデックス実は僕、同じ絵柄の古いやつ3枚しか持ってなくて、古いのが今ライフからめくれてすごい恥ずかしいなと思ってるんですけど。いやでもこれ初期カードということで、一番最初に多分配布されたインデックスですよね、多分。はい、あ、いや、新しい。あ、1個が新しい。1枚、そうですね、はい。であ、なるほど、1個、はい、違うのが1個入ってるってことですね。はい、で今4にグローして、で、ここで手札にアークオーラが3枚あったんですかね。だから手札に黒とやってたのに、なんかまた消えちゃってあぶれた状態になってるんですけど、それで1枚いらないので切って、まあ、グロージの効果で切ってとミョルニルを回収したってところですね。はい、ミョルニルがこのショットで、はい、まあ、キーカードになってくる、そうですね、ってことですよね。でここでちょっと一つ重要ポイントになってくるのが、はいはい、さっき言ったコフィンの話と一緒なんですけど、今オーラがトラッシュに落ちちゃってるので、ああはい、でまずだからこのターン実は何気ないようで
その、コードの順番っていうのが大事になってきてて、はいはい、まあ、まだカットイン、あのバルキリーひねっただけで挟む要素ないんですけど、これ例えばなんか物語とかパッと打っちゃうとコフィン打たれたり、あとまあピルルクで特に意識してないかな、ロックユーでカードがあって、その辺やられると、そうですね、はいはいはい、コードがかなり制限されちゃうんで、先に可能であれば、ファフリンネを打って相手のカットインの様子を見てから動くっていうのが結構細かいながら大事なところです、ね、はいはい、そういう、はい、要はまあケアをしながらちゃんと爪まで持っていくっていうのが今やってる動きってことですね、はい、そうですね。で、ここで、アークゲインが見えて、はい、ゲインが2枚3枚、ね、めくれましたね、はい、まあ、ちょっとここで動き考えて、まあ万が一2発目打たなきゃなって、まあ、何があるか分からないですけど、例えばアイドルディフェンスとかですかね、はいはいはい、うん、そういうのあったら困るなっていうことで、まあ、1枚は悪言当然手札に欲しいんですけど、もう1枚についてはここでしょ、そうですね、白って言ってもあと1枚はいいかなと思ってて、はいはい、で悪言とあとそのデッキトップのサーバントはチャージして2発目に備えて、はい、トップ見てるからやりたい放題ですね、はい、ここはで、ここで玉先手札見て、イカイカで1サーバントなんで、まあ、はいはい、まあ、そうですね。で、でミョルニルとゲインが出て、はい、これで、これですね、でボーラももう打ってますもんね。そうですね、なんかよく見たら玉先除外ゾーンに置いちゃってるのかなってこれあれ本体ならトラッシュですねここから、はい、でまず、処理落ち着いて、まず輪廻のレベル何考えてるかということで、今回1と3宣言したんですけど、はいはい、まあとりあえず1は確定、まあ、手札は確定なんですけど、あとは何やなんですけど、まあまあ2回対策でよく3入れられてるんで3でいいかなっていうところで、まあ、結構ライフバーストで引かれるってことがあるので、あー、なるほど、宣言は悩む特技ありますね。例えばあの売る、アペックスとかだとあのヘルボロスが入ってることが多いんで、そうするとヘルボロスのライフバーストめくれたらトラッシュのサーバント解消されるんで、なるほど、トラッシュに落ちるやつが怪しいなとか、その辺そうですね、トラッシュ見て、あと相手のライフバースト想定しながら何のレベル宣言しようかって感じがしますね、はい、さっきちょっと通り過ぎてしまいましたけどアークオーラの効果でミュルニルをトラッシュに置いて、はい、手札から黒刀を出して、はい、山札を5枚見て操作し、トップチェック宣言をしたみたいな動きが今入ってるんですよね、はい、だから今ルリカタック1回目で3点終わったという感じですね、ミュルニルが今、はい、トラッシュに出た落ちたことでまた手札から出して、はいはい、またその分だけアタックができるようになったってことですよね、この盤面ですと。そうですね、まあ、基本爪 の, あの基本形があのアークゲインミュロニルとレベル1の天使っていう形で、ただあの割とレベル1の天使もこの時6枚採用してるんですけど、まあ、あんまり調子乗ってシクラメンで落としてると足りなくなるってこと、ああなるほど、その辺のキープは意識してやらないと、まあ、基本6枚入ってるんで大丈夫なんですけど、その辺まあ構築面で、そうですね、枚数は割と確保しておく必要はあるかなっていうところがありますね、はいはい、でここでもう輪廻が炸裂して、はい、そうですね、で3回目です、ね、3回目の攻撃がなくなって、はい、相手のライフ攻撃をなくして、はい、もうサーバントが手札に分かってるから、ね、もうガードできずにこれで勝利ということで、はい、でね、これがワンショットの力ということですね。そうですね、まあちょっと大砲1回めくれてたんで、まあ、場合によって例えばサーバント D とかドローされて1回ガードされたとしても残り1回合わせてるんで、まあ、ちょっと保険も構えた上で詰められてるということなんで、はいはい、まあ、基本的にファフリンネまで行ってなんか圧妨害とかなくいければ出るのかなというデッキですね、はいはい、もう相当このデッキいろいろと型を変えたりとかして研究されてて、はい、確かウィクロスパーティースペシャルでももうこのデッキで優勝されたんですよね。そうですね、ちょうどあの3月3連休の時期で、あの土曜、はい、東京で大会出て、でその後日曜フラット名古屋まで行って、でまあ帰省がてらというかで日、月曜日にその大阪の難波で出てきた時にちょうど一緒に来たんですけど、はいはいはい、まあ、対戦相手の方々には大変なご迷惑をおかけしたなと思いながらこのワンショットがまあ、はい、来るとは分からないですねなかなかここまでやられてしまうと。そうですね、ただ最近タマ見ると割と列車とかこういうファフリンネがなんかショット系が多いので、はいはいはい、結構あの鋭い人にはあのノーパンしてそれで丁寧に戦われるってことがあるので、はいはい、割と、まあ、対策されてきてるのかなっていうところなんですけど、はいはい、まあ、割と選択するものぐらいでだいぶチャージできるようになったんで、はいはいはい、対策もかいくぐって戦えるのでかなりそうですね強いデッキだと思います、はい、じゃあちょっと最後になんですけども、はい、こちらのもしファフリンネを相手にした時に、はい、こう
相手にする側のこう、はい、こうやっといたら相手は辛いよみたいなのってありますかね、その、はい、対策の話になってしまうんですけども、はい、ちょっともしこういうのやられると辛いんだよなっていうのがあれば、ちょっと先ほどからちらっと何回か出てるかもしれないんですけど、改めてちょっとお願いしたいと思います。そうですね、まあ、基本的にファフリーには負け筋は大きく2つで、まあ、1つはノーパンされて、はい、でその隙にその、相手にする側が防御エナと構えて圧打って、例えばそのファフリーに2回止めるなり、例えばピルルクであればなんかそうですね、クリサルシール連打して玉、はい、側の攻撃地点を奪ったりとかして制圧して勝つっていう勝ち方と、もう一個は2回とかでガンガン相手のワンミン相手アーモライトでダブルクラッシュするなんて、そこを倒すっていうのが2パターンで、まあ、まずどっちのパターンを選ぶかっていうところですね。大概そこできてあんまり少ないと思うんで、前者の、まあ、ノーパンしてなんかしのぎ切るっていう方が多いと思うんで、まあ、まずは何らかの例えばルリグ止める手段とかそういう対抗策があるなら一旦ノーパンして、そうですね、はい、対抗できるようにするってところが大事ですかね。例えば、はい、その優勝したウィクロスパーティースペシャル決勝タビルに当たったんですけど、ああ白ルリグの、そうですね、ルリグ止め系が結構多く入ってそうな、はい、そうですね。でそういう時はこっちのノーパンしてエナス絞っていくのももちろんですけど、やっぱり相手の方が、はいはい、相手の方のグローを一回、そうですね、レベル2の時にスキップして、ああ、ね、はいはい、1ディフェンス打てるような感じでエナ残したっていう、あえてグローせずに当てる、はい、打てるアーツを構えるみたいなことですよね。 そ, すね、はい、その方のピンチディフェンスの後に、クトゥルコールって2段構え、おお、なるほど。まあ、詳しくそうですね、記事で結構こっちもいろいろ考えてるんだよっていうのが表現させていただいているので、はいはい、まあ、そちらもご覧いただければと思うんですけど、はいはい、そうですね、そこでしっかり防御手段構えるってことでしょうね。なるほど、いやこれ貴重なお話、はい、ありがとうございま す, そうです、ね、この後動画でもアーヤなんですけど、アーヤだとレベルに上がったらホログラフって使える、はいはい、ちょっとまあワンチャンスルリグ止めできるかなっていうのもあるんで、やっぱりアーヤはモノパンして4に上がって、はいはい、そうですね、でもワンチャンスしのぐかなっていうところで、だからそれで、まあ、アーヤは結構こちらファフリネ側も対策というか、そうですね、どういうふうに戦うかって考えてるんで、その辺は、はい、まあ、詳細記事読んでもらえればと思います。ぜひぜひってところです、はい、そうですね、いやありがとうございました、はい、今貴重なお話いただいて、まあ、動画で、はい、その実際にファフリンネを回した時のこういう実際の流れと、はい、まあ、最後おまけとして、まあ、こういった動きされると辛いよっていう、はい、まあ、2つのちょっとまあ、事柄を紹介していただいて、すごい僕としても、まあ、ためになる動画になりましたので、ありがたかったです。あ、はい、またこちらの解説動画の方も、はい、アップする予定ですので、ぜひぜひそちらの方もご覧ください。本日のゲストはネヘホーンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。